こんばんは、フジパン本仕込みの CM キャラクターとしてのイメージのある女優の松下由紀さん。そんな松下由紀さんは小泉孝太郎さんと極秘結婚をしていたということで話題になっていました。さらに2人の間には子供もいるという噂もあるようです。それでは今回は松下由紀さんの極秘結婚や子供についての真相、フジパン本仕込みの CM が松下由紀さんから綾瀬はるかさんに変わった理由などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまずは極秘結婚についてまとめていきたいと思います。松下由紀さんは1968年7月9日生まれ、現在55歳の女優です。そんな松下由紀さんの極秘結婚の相手は小泉孝太郎さんです。小泉孝太郎さんは1978年7月10日生まれ、現在45歳の俳優です。神奈川県出身で小中高は関東学院に通っており、その後日本大学に入学するものの中退。2001年に父の小泉純一郎さんが首相になったことをきっかけに芸能界に入りました。2002年にはテレビドラマ「初体験」で俳優デビュー。その後も「下町ロケット」や「ブラックペアン」などに出演し人気を高め、現在に至ります。小泉孝太郎さんとは10歳差のある女優さんですが、どのようなことから結婚に至ったのでしょうか。そもそも松下由紀さんの夫が小泉孝太郎さんというのは本当なのでしょうか。結論から言うと、小泉孝太郎さんと松下由紀さんは結婚していません。また交際をしているということもなく、お互いに独身だということです。もちろん子供もいないということですが、噂の理由がいくつかあるようです。一つ目は二人きりで誕生日を祝う仲という点です。小泉孝太郎さんと松下由紀さんですが、誕生日が一日違いだそうです。そういった理由からドラマ「警視庁ゼロ係」の収録では毎年一緒に誕生日をお祝いされるようです。いつも並んでお祝い写真を撮っていることから、小泉孝太郎さんの妻と言われてしまったのかもしれませんね。2つ目はドラマ共演が長いという点です。先ほどご紹介したドラマ「警視庁ゼロ係生活安全課なんでも相談室」は2016年から放送されているものだそうです。ドラマ内では小泉孝太郎さんと松下由紀さんがタッグを組み事件を解決していきます。7年間共演しているということで、共演歴が長いから話題になってしまったのかもしれません。小泉孝太郎さんと松下由紀さんは現在結婚しておらず子供もいませんが、しかしお互いが認め合う同志であり仲のいい友人です。小泉孝太郎さんは2023年に出演したフジテレビ系「僕らの時代」に出演した際に結婚は望んでいないと公言。また松下由紀さんも結婚は昔からずっと望んでいないと語っています。一人の時間を大切にする二人ゆえに仲間として共感するものがあったのではないでしょうか。とはいえ同じ価値観を持つ小泉孝太郎さんと松下由紀さんが電撃結婚するという可能性も完全には否定できないのではないでしょうか。小泉孝太郎さんと噂のある松下由紀さん、1968年生まれの彼女は55歳にして未だ独身です。女優として数々の役をこなしてきた彼女ですが、以前は小林武史さんと同棲していた過去を持ちます。しかしその後は浮いた噂もなく、現在では松下由紀さんは同性愛者なのではないかと噂が立っているほど。また過去のトラウマから男性不信になっているという話もあるようです。ここからは松下由紀さんの過去のトラウマについて振り返っていきましょう。松下由紀さんは1992年に音楽プロデューサーの小林武史さんと交際していることが話題になりました。松下由紀さんは新居として1億5000万円の高級マンションを購入したらしいのですが、8年間ほど交際をして破局してしまったそうです。小林武史さんは女癖が悪いことで有名で、松下由紀さんとの交際中に別の女性と浮気をしていたようで、それが理由で破局してしまったそうです。
お相手はなんと当時大学生、その後プロデューサーの小林さんはその女子大生をマイリトルラバーのボーカルアッコとしてデビューさせました。二人の深い関係に気づいた松下さんは95年末大喧嘩して小林さんのマンションを飛び出し、そのまま破局。小林さんとアッコは翌年で既婚するも08年に離婚しています。ちなみに離婚理由は小林さんの人とようさんとの不倫です。人から奪ったものは人に奪われるのがオチのようです。小林さんとの破局から現在に至るまで松下由紀さんは熱愛報道を一度もされていません。そのことが起因して松下由紀さんは同性愛者ではないかという噂が立ったことがありました。小林さんとの一件で男性不信になったことにより女性が恋愛対象に変わったのではという噂があります。一般の方にはわからないのですが、同性愛者の方は同性愛者の人がわかるようで、同性愛者の方が松下由紀はレズで同性愛者だよと話していたという話もあるので、わかる人にはわかるかもしれません。またある番組でもおすぎとピーコさんが松下さんに対し、あんたはこっち側の人間でしょと話したことで、一気に松下さんはレズで同性愛者だと広まったようです。実際のところ松下さんがレズなのかどうかは分かりませんが、彼女がずっと独身のためにそのような噂があるようですね。もちろん実際に同性愛に目覚めているのかどうかは全くの不明です。さて、現在でも女優として活躍している松下由紀さんですが、一部視聴者からは激太りなど、その見た目の劣化がひどすぎると言われてしまっているようです。この松下さんのルックスの劣化については芸能関係者が次のように解説していました。アンチエイジングに走る女優もいる中、時代に合った役者でいたいと常に自然体で、弁護士や医者から普通のおばさんまで演じられる貴重な存在です。松下由紀さんは綺麗どころは若い女優に任せて、自分はいわゆるお母さん的な役所を担っていくと心に決めているよう。しかし一部では若作りに走らないのは、過去に若い女に婚約者を寝取られたことで若い女性に対する並々ならぬ反発があるのではないかとも分析されています。小林さんを当時女子大生だったアッコに寝取られた時、松下由紀さんは32歳でした。この経験から見た目を若々しく保つ努力へのある種の諦めが芽生えたのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は松下由紀さんの極秘結婚や子供についての真相、フジパン本仕込みの CM が松下由紀さんから綾瀬はるかさんに変わった理由などについて紹介していきました。松下由紀さんの夫は小泉孝太郎さんと言われていましたが、実際には結婚も交際もしておらず、共演歴の長いことや誕生日が1日違いだったため話題になったようでした。今後の松下由紀さんの活躍にも注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。